皆さん、こんばんは、マーティン。ダイの魅力部、キングトクです。山崎武さんの強さを紹介します。キャッチャーとして入団したんですが、キャッチャーではなかなか状況がもがえず、外野にコンバート。その後、内野に転身。中日ドラゴンズ最初、相手、その後、えー、楽天、オリックスに入団したそうで、さらに中日に戻ったそうです。豪華なスイングが本当にすごいし、中日の末期の今夜、代打の切り札として活躍。代ダ打ダ、山崎武こういうフルスイングが本当に文字味で、 本当に魅力ある打撃。放物線音楽ホームラン、本当にすごいです。楽天創世記の時は山崎健史さん、本当にすごいです。もう、おったまげです。というわけで以上です。バイバイ。